ニットで服を作ろうとすると生地によっては端が丸まって扱いづらいですよね。きれいに折ろうにも波打ったりしてきれいに折れなかったりします。こんな時は布の端から2センチの平行線を引いたものと紙に縫い代の幅に線を引いて折り目をつけたものを用意します。生地がずれないようにマスキングテープを使います。 3M のものがアイロンをかけても縮んだりしないのでおすすめです。両面テープ状になるように丸めて線のそばに貼ります。生地の端を布の線に合わせて重ねてください。折り目をつけた紙を重ねて滑らせるように端に合わせます。布ごと紙の折り目で折ってください。布ごとアイロンをかけます。布があるのでアイロンを滑らせてもニットが伸びません。続きは生地の位置をずらして同じようにアイロンをかけるだけです。くるっと丸まっているところも紙を滑らせることで簡単にまっすぐにできます。これだけでまっすぐに折りにくいニットも折りやすくなりますよ。この動画の内容は覚えなくていいんです。見てもわからないというのは理解する能力がないからではなく、頭で想像するための材料、情報が足りないだけなんです。だからその情報を増やすためには覚えるのではなく、実際に作業をしながら動画を一時停止して同じように真似をしてみてください。手を動かすのが先です。情報が揃えば理解は後からついてきますよ。もっと洋裁のことを知りたい、いろいろ作りたいという方は洋裁工房をフォローしてね。